まあ、その、なんか、中岡の恨みがあったかどうか分かんないんだけどさ、スマホのフィルムが割れちゃってさ、落としたら。あのー、液晶に貼るガラスフィルムあるじゃん。チェ大層な名前の、ガラスコード 10H プラスみたいなの、入れてたんだけど、落としたらすぐ割れちゃってさ。しかも僕のスマホってさ、手帳型のハードカバー。よくおじさんがや、 スマホにつけてるあれあるじゃん革製のあれついてんだよあの見開きタイプのやつだから表面もカバーしててだから僕がスマホ歩きスマホしてたんだけどスマホ落とした瞬間スマホの液晶部分のが地面に設置する確率は3分の1なんだよねだってそうじゃんまずは普通にさ背面から落ちればさ助かるでしょカバーから落ちるってことね背面から で、もし液晶の表面から落ちても、その落ちる間に手帳が閉じればいいわけよ。手帳が閉じて、表面から落ちてもセーフなわけ。全面もカバーできるからね、手帳型は。でもね、運が悪く、そのどっちにも引っかからず、33.3%の確率で液晶部分から落ちて、日々割れちゃった。 すぐヨドバシ行ったね、今日。今日ヨドバシ行った。ヨドバシでフィルムを買ってね、1500円プラスで払うと、ヨドバシで付けてくれるフィルム。僕自分でやるとさ、気泡だらけになるから、泡泡だらけになるから、自分でできない。1500円払って毎回やってもらう。30分くらいかあるけどね。みんなもそうだろ。ヨドバシとかでみんな張り替えてもらってるだろ。あれ1500円出した方がいいよ。自分でやったらさ、 1>, え1回目でミスったらおしまいじゃん1回目であ気泡がっつってもう一回ペリッて剥がして二度とそれ以上の品質になることはないじゃんそのうち猫どけとかさ指紋が入ったりしてさ気泡入らないやつって買ってるんだけどな毎回気泡入らないように工夫されたやつとかさそのカメラの部分を引っ掛けにしてすごく気泡が入らないような仕組みになっているフィルムとか いろいろあんだけど、全部ダメだった。1500円でやってくれたらそれでいいよ。100均ので十分なのか。100均のでいいかな、僕のも。なんでわざわざゴリラガラスみたいなのしてんだろうな。これ3000円も済んだよな、フィルム。ってことはよ、フィルム3000円の。んちょっと待って。じゃあ5000円かかってんだ。こんなガラスフィルム一本に。どうせ落としたら等しく割れるのに。 どうせ落としたら一発で割れてダメになるのに100均でやったら100円だし失敗してももう100円出せばいいのかちょっと100均のやつのリンクちょうだい次100円100円で買うわ100均のフィルムにしようずっと100均のやつ使ってるけど全く問題ない僕5000円で張り替えたやつ一回地面に落としたらバリバリになるのにバリバリすぎて危なかったよ ガラスの破片みたいなのがフィルムから飛び出てた。レンカハ貼る側でもない。100均ね、しばらく行ってないから分からん。ありがとうね。カメラの北村から出るんだって。塗るガラスコーティング。これ100円塗るガラスコーティングだって。気泡の入りようがない。高度 10H。硬化時間が早い。え、すごいな。えーと、価格。 コーティング価格、片面1千3850円。じゃあ変わらんでしょう塗るガラスコーティングだろうが、ヨドバシで貼ってもらおうが、じゃあ変わらんでしょうしかもよ、塗るタイプのガラスコーティングさ、じゃあ、もしも興味たく、不幸な事故で落として割っちゃった時にん、んどうすんの塗るガラスコーティングって、ペリって剥がせるのかなどうなんだろう なんか、パッと見イメージとして湧いてこない塗るやつが乾いたときにどうなるのか。普通のガラスフィルムみたく、取り外し可能になるのかな剥がせないちょっとダメじゃん。剥がす時にまた別で料金取られるんだろう僕上がってるぞそういうの。作戦。そういう商売してくるんだろう。剥がすのは1000円かかりますと。落とし液を。割れないのでは。割れないにしろ石の上とかに落としたら傷ついて、 あわや文字が見られないみたいなことになるかもしれないじゃん。僕、Apex 時に君らのコメント結構スマホで見てるから困るんだよね。斜線とかが入ると。だから今日も、ちょっと放送前にガラスフィルム変えた方がいいなっていう。これね、プロ意識なわけよ。やっぱ100均いくか。塗るガラスコーティングね。Love in you is easy e e u f u l back in love you it's your